前回のライフイズストレンジでは。どいつもこいつも人をコケにしやがって。二度と近づかんじゃねえぞ。そういうことか、命の恩人じゃん。動画のあなた大胆だった。もうほっといてよ。ああ久しぶりだね。元気にしてたかい、マックス。おばさん、ウィリアムおじさんの件だけど、私も寂しいよ。思い出があれば十分なんだよ。力のこと教えてくれ。よう、ワルド組の最中か。いいが、関係ねえことに。それはレイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ。切り刻まれてえか。お願い、離れて。おいおい、やめとけよ。お願い、助けて。マックス、私には味方なんていない。マックス、何しに来たのよ。今日の一件は実に遺憾だが、マックス、まずは君からなぜ屋上へ行ったのか説明してくれないかね。何なのこれ。マックス、今日は日食の日じゃない。わかってるよ。もう何が起きても不思議じゃない。相変わらずせっかちだな、クロエ。言ってあげるか。ケイトのことを考えずにはいられない。まるで覚めない悪夢のよう。姉さんのやつ、みんなサミュエルをキモいとか言ってる場合じゃないよ。さすがに真っ暗。闇を照らしたまえ。リサ、君はまだ生きているね。人の世話よりも植物の世話の方が向いてるのかも。気がめいるね。いつも自分のことばかり。偽善者ばかりだ。
テレビで見る犯罪現場みたいになってる。もう一度時間を巻き戻してあなたを救えるなら、この力を失ってもいい。絶対に真実をつく。ケイト、その穏やかな心に祝福がありますように。とても悲しそう。そんな素振りを見せ…ねえデーナ、大丈夫？ケイトのことが頭から離れない。もし私のせいだったらと思うと。今回のことはみんなの責任だと思う。マックスは違うよ。マックスだけは。デーナは十分ケイトに優しかったよ。他のみんなもそうだったらよかったのに。ビクトリアとボルテックスクラブのせいだよ。デーナ、これはビクトリアとボルテックスクラブだけの問題じゃない。何が言いたいの、マックス。姉さんが停学になった件と何か関係あるの？いろいろあるの。でもデーナまで巻き込みたくない。少なくとも今は。怖がらせないでよ。さっきも一人こそこそ寮から抜け出してたし。え、誰のこと？ビクトリア、マックスもそのつもりでしょ。私は行かないよ。クタクタだし。デーナもしっかり寝てね。おやすみ。ビクトリアはいない。彼女の部屋を調べて手がかりをつかむチャンスかも。ねえデーナ、大丈夫？ケイトのことが頭から離れない。もし私のせいだったらと思うと。自分を責めないで。いろんな人が関わってるじゃない。ビクトリアとか。あんなに動画を広めて顔面に一発を見ましたい。私にもできたことがあったのに。デーナは十分ケイトに優しかったよ。他のみんなもそうだったらよかったのに。ビクトリアとボルテックスクラブのせいだよ。デーナ、これはビクトリアとボルテックスクラブだけの問題じゃない。何が言いたいの、マックス。姉さんが停学になった件と何か関係あるの？今調べてるところ。でも、この学校が抱える闇を必ず明らかにしてみせるよ。怖がらせないでよ。さっきも一人こそこそ寮から抜け出してたし。え、誰のこと？ビクトリア、マックスもそのつもりでしょ。私は行かないよ。クタクタだし。デーナもしっかり寝てね。おやすみ。クロエが校舎の前で待ってるはずだ。一体何やってるんだろう。ケイトが死んだのに寮を抜け出して。キャンパスがまるでお墓みたい。彼女が飛び降りたなんてまだ信じられない。
ルズ校長、なんでいるの？見つかったらまずい。誰も私を追い出すことなどできん。今のところはな。ホタルって神秘的、灯火みたい。ケイト・マーシュの家族が悲しんでるというのに、自己嫌悪に浸っている場合か。きっと大変な訴訟になるぞ。ブラックヘルンなどと呼ばれるわけだ。忍者に転職でもしようかな。びっくりした？まさかちびってないよね。クロエ、ふざけるのはやめて。ついさっき目の前で友達が屋上から飛び降りたんだよ。さすがにちょっと無神経だと思う。もし逆の立場だったらこういうことされたい？ごめんマックス、何も考えてなかった。ごめん。あまり愚痴りたくないけど、ケイトが飛び降りた光景は一生忘れられないと思う。私の力が使えなかったせいで役立たずだった。そりゃショックだろ。私にはどうやって慰めていいかわからない。だからバカをする。でもマックスの力があれば全部解決できるよ。謎は多いけどさ。ケイトを自殺まで追い詰めた犯人とかね。これ以上の犠牲者を出すわけにはいかない。それに竜巻がこの町を消し去るのを阻止するだっけ。できれば。でもどうやって。あの雪と日食は不吉だよ。町全体に不吉なことが起きてる。その中心地がこの学校ってわけだ。なんか自分の決断に自信が持てなくなってきた。特にネイさんを停学させてから。そんな風に自分を責めるもんじゃないよ。とりあえず手がかりを集めよう。了解。まず第一に、ケイトとレイチェルの周囲には共通の人物がいたということ。クソ親父と姉さんとかな。それだけじゃないよ。だね。単にその二人が一番ムカつくだけだ。クソ親父のやつ、顔殴りやがって。全ての鍵はレイチェルが握っている気がする。変かな、会ったこともないのに。そんなこと知るか。私はレイチェルを見つけたいだけ。考えると怖くなるんだ。もしかしたら生きてると思う。そうとしか思えない。彼女の気を強く感じるから。それが逆に怖いんだよ。マックス、早くレイチェルを見つけよう。早く。大丈夫、絶対に見つけるよ。まずは手がかりを探そう。で、見せたいものって何？驚くなよ。ほら、学校の合鍵、クソ親父からくすねてきた。ほんと感心しちゃう。とはいえ、これ以上問題を起こしてほしくはないけど。こんだけ問題だらけの街だ、今さらどうってことないだろ。やるっきゃないのさ。な、ついに犯罪者の仲間入りだね。誰が犯罪者だ。クロエしかいないでしょう。ポートフォリオを手伝ってくれてありがとうございます。クラスメートたちも君に続いてくれるといいんだが。気が散っていてすまない。今日はいろいろありすぎた。そうですね。何かあったら聞きますよ、ジェファソン先生。ありがとう。君もケイトの件で大変だろうに。ええ、人が死ぬところを見たのは初めてでした。
かわいそうなケイティ。ケイティ、君たちそんなに仲が良かったのかい？意外だな。それより日常ヒーローコンテストは中止になるんですか？いや、コンテストは実施されるし、先生が学校代表を選ばなきゃならないことは変わらない。マックスの写真以外は揃ったんだが。どうせあの子は自撮りしかできませんよ。私の作品を見てくれたでしょ。自撮りなんかよりずっといいじゃないですか。マーク、一緒にサンフランシスコに行きましょう。ジェファソン先生だ。それにまだ優勝者を決めてない。もともと私の作品を評価してくれてるんだから、誰もひいきだなんて思いませんよ。でも私の写真を選んでくれたら一緒に過ごせる時間が増えるでしょ、ね、今のは聞かなかったことにするよ。私を選ばなかったら先生に優勝させる代わりにいろいろ要求されたって言いふらしちゃうかも。今の脅しも聞かなかったことにしよう。話はこれでおしまいだ。君は生徒だろ、寮に戻りなさい。待って、私は。冗談じゃないわ。ありえない。ビクトリアは一体どこまで落ちる気なの？大変なことになってんな。本当に。さすがだね、クロエ。任せな。こんなことして平気かな？お互い目をつけられてるんだし。私のせいにするか、この間みたいに。ふざけないで。これって不法侵入だし、冗談じゃ済まないよ。ちゃんと鍵開けて入っただろ。何の問題もないって。真面目な話、刑務所行きかも。大丈夫、ここの警備主任はクソ親父だ。私が警察に捕まって困るのはあいつだし。ってことで早いとこ校長室を調べよう。どうせ捕まっても巻き戻せるんだしさ。でもケイトは。来いよ、残すドアはあと一つだ。ここだ。マジかよ、警備員のくせに校長室の鍵持ってね。きっと見られたくないものがあるんだ。絶対開けてやる。実は少しだけどピッキングもかじっててさ。フランク様々だな。ちょっと試してみるか。どうぞ、もう後には引けないし。一応鍵も探して、念のため。うん、わかった。鍵はないね。特に何もなし。なさそう。リスは木の実が好き。サミュエルもそうなのかな。鍵だ。でも校長室のはない。外れ。違うね。鍵ないみたい。別の方法を探そう。ちゃんとフランクに教えてもらえればよかった。もう少し粘ってみるけど、なんかいい方法考えてくれ。合点承知。ウォーレン、今いい？とりあえずベースに帰還すればいいよ。それより
ちょっと教えてほしいんだ。例えばの話だけど、美術室と理科室に入れる状況で鍵のかかったドアを開ける道具を作りたい場合、どうしたらいいと思う？え、違うよ。ただ興味があって。ありがとう、さすがだね。いや、いいよ、大丈夫。バックアップ要員ってことで。じゃあ、すぐにやり方を送って。うん、猿の惑星見に行くの楽しみにしてるから。ありがとね。くそ、ふざけんなよ。ダメだよ、みんな起きちゃう。悪い、こっちはお手上げ。そっちは？ちょっと準備してくる。ここに隠れて待ってて。案外私が先にこじ開けてるかもよ。じゃあ勝負ってことで。ウォーレンが科学オタクでよかった。材料を探してみよう。缶は見つからず。科学には疎いけど、これは絶対に塩素酸ナトリウムじゃないよ。みんな寝てる。起こしたくないけど、写真撮りたいな。こんばんは、お魚さん。ありがとう、いいのが撮れたよ。では夢の続きを。砂糖発見。必要なものはあと3つ。B マイナス？なんかがっかりだな。そういう私は落第ギリギリだけど。ケイトのロッカー、すごく寂しい感じ。ホラー映画のワンシーンみたい。いただきます。よし、二つ見つけた。ビクトリアのタバコ？ジェファソン先生は感心しないだろうね。ケイト、悲しい時でも世の中のいい面を見ようとしてたんだね。評論家マックス曰く、ダニエルは写真家より
イラストレーターの才能がある。ビクトリア、これすごくいい。こんな写真を撮ることができるのに、人としては。ネイさんの作品は気味が悪いけど、独特の雰囲気がある。この灯台は街のどこにいても見える。何もなし、意味なし。何もなし。おえ。いでよ、カン。普段飲まないけど。残る材料は一つ。昔々、姉さんがどつかれました。ホルマリンの匂いって嫌い。塩素酸ナトリウムは除草剤なんだ。先に言っといてよ、ウォーレン。材料を探した方がいいと思うな。この液体ではありませんな。塩素酸ナトリウム発見。わざわざ能力を使うまでもないよね。そこの椅子を持ってこよう。クロエの驚く顔が見たいな。真打ち登場。これ試してみよう。ドカーンとね。よっしゃ、派手に行こうぜ。火をいただけるかしら。たまんないぜ。さあ離れて。おお、マジ最高。やばい、やっちゃった。これじゃ警察と消防が来ちゃうって。え、どうするよ。